どうも、りょうやです。こちらがですね、キャノンから発表されたばかりの新しいカメラ C50 ですね。それにこっちも同じく新しく発表された RF マウントの 85mm の VCM のレンズになります。この VCM レンズはそれぞれの焦点距離で重さは微妙に違うんですけど、外観のサイズが全く同じになるように設計されていて、レンズ交換の時とかシネマレンズのように扱うことができるようになっています。で、このカメラとレンズたちをですね、キヤノンさんからちょっとデモ機をお借りして、この1ヶ月間くらいずっと使わせてもらっているんですけど、 C50 の概要をざっと説明すると、まずはセンサーが 7K のフルサイズのセンサーになっていて、で画素数が3420万画素の CMOS センサーを搭載しております。そして 7K60p までのローでの内蔵記録に対応しています。なので外部モニターを接続してローを収録するとかする必要はなくて、このカメラ本体だけで 7K60p のローが撮影できます。あとセンサーでいうと、今回の C50 はオープンゲートの記録に対応していて、でそれは何かというと、こうセンサーがあったらその前面を使って記録するっていうことが可能になっていて、で通常はこう16対9のアスペクト比とかで撮るとセンサーのこう上下がクロップされた状態で記録されるんですけど、今回の C50 はそのしかも3対2っていう比率でCMOS センサー全面で記録するので、結構ねこれは動画制作をする人にとっては嬉しい機能なんじゃないかなと思います。あと 4K で撮影する時もオーバーサンプリングの 4K 撮影になるので、まあ、4K は 4K でも綺麗な 4K、 すごいきめ細やかな 4K の画質で記録ができるようになっています。でハイフレームレートも 4K だと最大 120p まで、2K だと 180p までいけるので、まあ、スローモーション使いたい人も十分な機能を持っているということになっています。であとは ISO ですね。この C50 はデュアルベース ISO で C-Log2 と C-Log3、 あとは RAW で収録するときはベース ISO が800と6400の2つになっております。あとダイナミックレンジですね。ダイナミックレンジはフルフレームフルサイズだと15段階で、スーパー 35mm にクロップして使うと16段階のダイナミックレンジがあります。で今回は AF がデュアルピクセル CMOS AF2 っていうのが新しく搭載されて、で確かにすごい食いつきが良くなった気がします。まあ、C70 とか R5C とか、まあ、以前ちょっと使わせてもらったことがあるんですけど、まあ、それに比べると結構 AF の食いつき、まあ、特に人動物は強くなったような印象があります。あと手ブレ補正ですね。今回の C50 は電子手ブレ補正を搭載していて、で実際にこう CMOS センサーがこう動く光学式の手ブレ補正は搭載はされていません。ただの RF レンズですね、こっちに光学式の手ブレ補正がついていると、それを本体の電子手ブレ補正とレンズの光学式手ブレ補正を併用して使うことができるということになっています。で電子手ブレ補正を使う時の注意点としては、若干クロップされます。で電子手ブレ補正も強さが標準と強とあって、標準だとちょっとクロップされて、強だとそこからさらにクロップされます。これがカメラ本体の外観ですね。ちょっと詳しく見ていきますね。でレンズを外した前面がこんな感じになっておりまして、ボタンが2箇所こことここについておりまして、でレンズ取り外しのボタンがついています。でボディの左側はこんな感じになっておりまして、ここにね4分の1インチのネジ穴もあります。なのでアクセサリー取り付けたりとかすることができて、でここはストラップをつけるところ で主にここら辺は端子類が集められていて、ざっと説明するとタイムコード、USB-C、HDMI、フルのでっかいサイズですね、とリモートコントローラー、ヘッドフォン、マイクロフォンの端子がついています。で、ここのカバーなんですけど、
ふうに、引っ張ると簡単に取り外すことができて、これを元に戻したいときは刺して押し込めば簡単に元に戻すことができるというような感じになっています。ちょっと一回全部外しますね。こんな感じで全部取ることもできまして、でここねファンの排気口があるんですけど、ここの厚みがある分、今回はこのバリアングル液晶がこう横にした時にこう USB-C とこの HDMI の端子のところにこう被らないっていう、だから差しっぱなしでもバリアングル液晶が十分動くという構造になっております。背面はこんな感じになっていて、でここがバリアングル液晶と各種ボタンついておりまして、で右側でこっち側にもね4分の1インチのネジ穴があるので、いろいろアクセサリーとか取り付けたりすることができて、こっちが SD カードと CF エクスプレスカードのデュアルスロットになっております。そして底面はここがバッテリー取り外したりするところで、あと4分の1インチのネジ穴が1個ついております。カメラ上面はこんな感じになっていまして、ホットシューと、あとここに4分の1インチのネジ穴があるんですけど、ここはねハンドルユニットを取り付けるのに主に使うことになると思うんですが、使わないときはその他アクセサリーとかをつけることもできて、で一応ね今回フォト写真も撮れるようになっているので、ここがメインのスイッチですね。オンオフで動画を撮るのか写真を撮るのか、ここでまずスイッチを入れて、でコントロールのボタンとかはこんな感じですね。これが同梱されているハンドルユニットで、これは本体の上側にホットシューのところに差し込んで、でネジを手で締めて工具なしで取り付けられるようになっています。マイクの入力系統は2つありまして、 XLR 端子が2個ついております。これがハンドルユニットのコントロールパネルですね。一応このカバーついておりまして、でそもそもこのハンドルユニットのインプットをオンにするのかオフにするのかと、それぞれ XLR1 と2の音量の調整であるとか、ラインマイク 48V のファンタム電源なのか、音量オートでやるのかマニュアルで調整するのか、いろいろな調整ができるようになっております。このマイクホルダーの部分ですね、ここはプラスドライバーじゃないと着脱ができないようになっています。ここもね指だけでできるようになってくれていたらより嬉しかったんですが、ハンドルユニットの手で持つところにもこことここに4分の1インチのネジ穴がついているので、アクセサリーとかを取り付けることができるようになっていて、上面にはコールドシューと録画ボタンと、あとズームのボタンですね、これが握るとちょうど親指でいい感じで操作できるようになっています。右手でも左手でもちょうど親指が来る位置にボタン類がまとめられています。ちょうど握った時にこの人差し指が引っかかるところにこの突起があって、ですごいね握りやすくなっています。ちなみにデジタルズームは4倍まですることができて、1倍から2倍までの間だったら解像度的にもそんなに気にならないんじゃないかなと思いました。ただデジタルズームをオンにすると AF が少し弱くなるので、そこは注意してください。満充電のバッテリー1本でどれくらい撮影ができるかというのもちょっとテストしてみまして、でその結果約86分撮影ができました。もちろんカメラの設定とか撮影現場の気温とかそういう状況によってもかなり差が出るとは思うのですが、参考にしてみてください。長時間の撮影になりそうな時とか、三脚を使って撮影する時は僕はいつもモバイルバッテリーに接続して撮影をしていました。ただ USB PD で 45W 以上の出力のあるモバイルバッテリーでないと給電できないらしいので、そこは注意してください。
C50 で SD カードを使って記録する場合、少し記録フォーマットに制限がかかっていまして、例えばフルサイズ画角でのロー収録ができないなど、ロー収録するときとかは CF カードを用意しないといけなかったりするので、今回は全ての撮影をこの CF カードで行いました。 SD カードを使うのは主にプロ棋士を同時に記録したいときとか、あとは同時クロップ記録といって縦動画も同時に記録したいときとか、あとはそんなに高画質で録画する必要ないよっていう時に SD カードを使うのがいいんじゃないかなと思います。その同時クロップ記録っていうのをお見せすると、場所はメニューのここにありまして、2スロット記録機能っていうのがあるので、ここでプロ棋士だったりサブだったりいろいろ選べるんですが、この3番目のやつですね、クロップ記録っていうところをオンにすると、こう縦枠の表示が現れて、で横長のアスペクト比と同時に SD カードにこの縦長の映像も同時に記録することができます。で記録形式もいくつか選べまして、で解像度がですね2つありまして、で縦長だと 1080×1920 で、で正方形にするとちょっと記録してくれる枠が大きくなるんですけど、解像度が 1080×1080 で若干悪くなるので、基本的にはこっちでいいんじゃないかなと思います。でメニュー1個隣に行くとクロップ設定っていうのがありまして、でこの1表示を任意に設定することができます。ただおそらく撮影中に動かすっていうことはできなさそうです。そして C50 はですね、動画だけじゃなくて写真もちゃんと撮れるカメラとして機能しまして、ちゃんとね1秒間に40コマとか撮影も可能で、写真機としてもかなり高機能な内容になっています。そして今回はですね、この C50 を持って島根県の方に撮影に行ってきたんですけど、実際の撮影の時のセットアップがこちらです。本当にC50 自体がかなりコンパクトなん でしかも撮影も全部一人で行ってたので、とにかくこうコンパクトにこう機動力よくできるスタイルで考えた結果こういう風になりました。動画撮影をするときにこの ND フィルターっていうのは必須なんですけど、今回はこの西から出ているジェットマグプロっていうシリーズの ND フィルターを使いました。で、もともとですね、僕こっちの同じく西から出てる SWIFT っていうモデルもあって、でこっちをね結構愛用してたんですけど、これもすごくよくって、でもこっちはマグネットでそれぞれのフィルターが簡単に着脱できるようになっていて、で1枚1枚がこうすごい薄いので、こう重ねてつけてもあんまり蹴られないっていうのがあるのと、あとこのジェットマグプロはこう丸ごと取り外しができるので、例えばこっちの違うレンズにこのジェットマグプロのアダプターをつけると、こっちに一瞬で付け替えたりするっていうことができるんですね。でこれがすごい便利で、今回はこのジェットマグプロを使いました。今回使ってたマイクがこのディエティから出ている S マイク 3S っていうマイクですね。これがですね、もうすごい短くて軽くていい感じでした。これがいつも自分が使っているゼンハイザーの MKE600 っていうマイクなんですけど、これ中に乾電池入るようになっていて、でファンタム電源じゃなくても使えるので結構便利でいいんですけど、なんせね長いんですよね、すごい。なので今回はとにかくコンパクトに行きたかったので、このディエティのS マイク 3S っていうのを使ったんですけど、本当にねこれ長さ半分ちょっとくらいで、すごいね短くて良かったですね。そして今回ね外での撮影もすごい多かったので、ウィンドジャマーは必須なので、純正のこのウィンドジャマーつけて、こんな形で撮影を行っていました。
僕は結構スライダーを使うのが好き でスライダー使うのと使わないのでは結構クオリティに差が出るので、で今回はこのエーデルクローンから出てる一番ちっちゃいやつ、一番コンパクトなやつを持っていきました。でもこれくらいの重さだったらもう全然普通に動くので、このスライダーを、まあ、使えるところではこんな感じで、まあ、すごいゆっくりで距離も20センチぐらいしか動かないんですけど、やっぱりねあるのとないのとでは全然違うので、これはね大活躍してくれました。この C50 をですね、実際に1ヶ月間使用してみた感想としては、まあ、これデモ機を借りているので返却しないといけないんですけど、ちょっとね1台ずっと手元に置いて使っておきたいなって思いました。というのもいろいろ機能がいっぱい盛り込んであるのはそうなんですけど、一番良かったなって思うのはこのハンドルユニット結構良かったですね。で僕結構カメラを買うと必ずカメラケージっていうのを買って、でハンドルつけられるようにしたりとか、まあ、マイクとか、まあ、その他アクセサリーをたくさんつけられるようにするんですけど、このハンドルユニットがあるおかげで結構ね、まあ、マイクホルダーもついてるし、でそのまま入力直接本体に送れるし、で持ちやすいし、でつけようと思えばこのハンドルユニットの上側、ここにモニターをつけることもできたりするので、そういう部分もすごい良かったし、であと、まあ、もちろん 7K のローで撮影できるっていうのもありまして、でそう一個ローで撮影するときはあの電子 IS がオフになります。あの併用はできないですね。だからローで撮影するときは基本三脚に乗っけて使うかジンバルに乗っけて使うかのどちらかになると思います。ということでこの前島根に行って C50 だけで撮影してきた映像は、まあ、編集が終わり次第公開するので、よかったら見てみてください。では